カイラシュサティアーティは、インドの子供の権利活動家、男性。2014年、ノーベル平和賞受賞。ヒンディ語の発音をもとにした表記は、カイラーシュサティアールティ。日本では、カイラシュサティアーティの他に、カイラシュサトヤルティ、カイラシュサティアルティ、カイラシュサティアルティなどの表記が見受けられる。1954年1月11日に、マディアプラデーシュ州 ビディシャー生まれ、サムラートアショク工業大学で電気工学を専攻した後、大学院にて高電圧工学を専攻した。その後ボーパールの大学で講師として数年間勤めた。1980年代より奴隷的な労働に従事させられる児童を救出したり、教育を施すといった活動を開始。その功績が称えられ、2014年度のノーベル平和賞を受賞した。 なお、インド人による、ノーベル賞受賞は2009年のベンカトラマン、ラマクリシュナン以来、平和賞受賞は1979年のマザー・テレサ以来であった。その後、ノーベル賞のメダルは、インド国内の博物館に展示され、自宅には、ノーベル賞の賞状とレプリカのメダルを置いていたが、国外に滞在していた2017年2月6日夜に、キスに忍び込まれ、 盗難の被害に遭っている。容疑者3人が2月12日までに逮捕され、盗み出されたレプリカのメダルや宝石類は警察に回収されたものの、症状については犯人グループが価値がないと判断し、捨てられてしまっている。ニューデリーにて妻、娘、息子と共に住んでいる。ありがとうございます。